ほどこの空中感覚がいいんでしょうね。そうですね。さあそして次はミロソビッチ、ルーマニアです。平均台の演技、これはミロソビッチという名前がついた上がり技ですね。バルセロナオリンピックの個人銅メダリストです。アメリアンチクですね。この選手やると非常に大きさが感じられますよね。19歳になりました。ルーマニアの優勝の鍵を握るのは何といってもこのミロソビッチ。後転飛び4つのシリーズ成功しました。後転飛び伸身宙返り、後転飛び伸身宙返りですね。これはジャンプとオメリアンチクを組み合わせてますね。これは後方の抱え込みダブルです。ミロソビッチ着地を決めました。ミロソビッチは19歳になって本当にしっかりとたくましい体になりました。この人の筋力的な強さというのは素晴らしいものがありますね、はい、さて先ほどのエイミー・チョウの段違い平行棒は 9.837 です。現在のところこの段違い平行棒ではトップの得点です。ここはロンダードから抱え込みの体勢を一度見せてからローリングをして台をまたぐという、まあ、この選手のオリジナルの技ですね。それからここは4つのアクロバット系のシリーズ、後転跳び、後方宙返り、後転跳び、そして後方宙返り。これを小さい選手がやるのはあまり驚かないんですけど、やはりこれぐらいの身長がある選手がこの5メートルの中でやるのは本当に大変なことだと思います。ミロソビッチの得点が9.825と出ました。 9.90 を出している審判も